ごめん、あの、でもその技緩めてくれないかな。嫌です、兄さんを嗅ぎ回っているのですよね。そんな人、腕の一本でも壊しておかないと怖いです。そう、そんなこと言う君の方が怖いわ。なぜあなたは兄さんを。いや、あのね、僕は風景写真家でね。よっほー、痛い痛い。あと数センチ分、体重をかけてたら自分の腕がどうなるか分かりますよね。君、可愛い顔して恐ろしいね。さすがに拓二君の妹さんだ。無駄口はいいです。兄さんのことを嗅ぎ回っている理由を教えてください。あのね、最初は若者の麻薬汚染を取材していたんだけど。麻薬汚染？うん、今じゃ大学生が気軽に大麻とか栽培してるじゃない。それでね、クライアントからそういう取材まとめてくれないかってね。なぜ兄さんが。いやさ、この辺りじゃ有名みたいだよ。この界隈で取材してたら何度も名前出てきたよ。だからなんでそこで兄さんの名が。君の兄さんは麻薬をカツアゲしてるって言うんで、何でも本職にまで目をつけられてるって言うじゃない。まあ本職っつっても、麻薬はヤクザの大きな組織でも一応ご法度じゃない。そういう部分ではチンピラレベルに狙われてるって感じだけど。兄さんは何をやったんですか。いや、さっき言った通りに麻薬ユーザーから麻薬をカツアゲするんだってさ。え、なら兄さんが麻薬を。あはは、僕も最初そうだと思ってたんだよ。すごい量カツアゲしていくからどんな常習者だよってね。でもそのうち気がついたんだよ、これって個人で使用できる量じゃないな、もしかして売買でもしてるのかなって。そこから君の兄さんをずっとつけ回してたんだよ。カツアゲした麻薬を売買してるなんてセンセーショナルな記事になるからさ。それで兄さんは。それが目論みは大外れ。売買するどころか、彼ってばカツアゲした麻薬を片っ端から捨ててたよ。そうなんだ。うん、なんであんなことするんだろうね。リスクが多いばかりでバカバカしいことだと思うけどさ。それでいろいろ調べてたんだよ、間宮拓司の過去に関わることを。そしたら面白いことがたくさん出てきた。白レンゲ協会、お母さんそこに所属してたよね。はあ、そこまで調べていたんですか。うん、昔の記事を調べてたらね、白レンゲ協会教祖の女関係って記事で君らのお母さんの名前が出てね。一応骨抜いておきます。もう待って、っていうか、なんで君ら兄弟は二人とも同じ反応なのよ。暴力反対ダメ。私たち兄弟は自分たちで自分たちのことを守らなきゃいけなかったからです。だから災いは消し去っていきます。いやいや待ってよお嬢ちゃん、世の中ってそんな簡単なものじゃないと思うんだけど。何がですか。いや、だからね、君の言い方だと、世の中にはさ、自分に害を及ぼす悪意のある人間か、善意があって接しているか、みたいな感じじゃない？
そこまで極端じゃないですけど。いやいや、落ち着いてよ。確かに僕はこんなカメラ持ってて怪しいけどさ、でも必ずしも災いをもたらすものかな、必ず敵なのかな。味方とは思えません。よっ、違う。世の中にはね、敵と味方なんて簡単なもんじゃないんだよ。何が言いたいのですか。今この学校ではかなりおかしなことばかり起こっている。君のお兄さんを中心にして。学校で。ああそうだ、君は知らないのかい。ここ数日でこの学校の生徒が2人も死んでいる。2人死んでる。うん、そう、この短期間で2人も死者を出している。一人は城山翼、北高の3年生男子生徒。取材中に何度か街で薬物売買の現場で見かけた。その方がどうかなされたのですか。その彼がね、死んだんだよ。ちょうど5日前かな。多分麻薬中の事故だと思うけどね。Still think he was about influence on Megan. 何でも屋上で懸垂してて落ちたらしいからね。もう一人は高島ザクロ。え、高島ザクロさんって、あの。そう、君の兄さんとは面識があったみたいだね。He knew Shiroyama too. 何かところを確認させていただいたよ。高島さんはなぜ事故ですか。いや違うよ、君はニュースとか見ていないんだ。 Fuck the news. テレビとかはあまり。 See? 結構センセーショナルな事件だったからテレビとかでもやってるよ。他の学校の生徒と一緒に杉宮駅近くの高層マンションから飛び降りたらしい。他の学校の生徒、それは自殺ということですか。さあね、まだ正式発表はされてないけど、十中八九は自殺だろうね。自殺志願者サイト。ああいや、彼女たちそれまでほとんど面識がなかったからね。そういうものじゃないかって憶測だよ。 This is why the internet is a bad thing. 僕が調べた限りでは、Don't talk to people online. 彼女たちがどこかしらの自殺志願者サイトで書き込みしてた形跡はないけどね。 You'll end up jumping off a building because two crazy chicks tell you to jump off a building because it'll totally work and then change their mind at the last second because reasons. 多分自殺志願とかそういうものではないと思うけど、僕は。 Yeah, it was. ならあなたはどう考えてるんですか。僕だけじゃないんだけどね、一部のネット住民などは感づいてるよ。一部のネット住民。 Well, people online said it wasn't that. それでも確証を持つことはできないみたいだけど、いろいろとスネークしている連中は多いよ。スネーク。ああ、暇なネット住民が今回の事件に関して調べているってことだよ。でもスネークしている連中が行き詰まっている。とある部分で調べきれずにいる。とある部分って何ですか。一つのサイトをめぐって憶測が飛び交っている。いわゆる学校の裏掲示板ってやつだよ。裏掲示板。うん、まあ学校非公認のネット掲示板ってぐらいの意味なんだけどね。話題になっている北高の裏掲示板が会員制なんで気軽に見れないんだよ。あのインターネットのことはよくわからないので、意味がわからないのですが。掲示板そのものが管理者の認証を必要としててね、この管理人がなかなかガードが固いみたいなんだよね。まず部外者がこのサイトを覗くのは一苦労。さらに入った後も管理人の厳重な監視下に置かれてるから、不穏な動きを見せれば即悪品。実際巨大掲示板の住人が、内部のスレを除いた人間がコッペしたり魚卓取ったりはしているんだけど。 I totally don't do that at all. あの専門用語がよくわからないのですが、
ああ、ごめん。専門用語っていうよりはネット用語なんだけどね。とりあえず一部ネットでは盛り上がってる。なんかこれは大事件に発展するんじゃないかってね。大事件に発展ですか？うん。北高の白山翼の氏、そして高島ザクロ、恵比寿川高の月川宇佐美、聖の川女子水尾歩美の3人の氏、これは始まりに過ぎないんじゃないかってね。始まり。それで、その中心には間違いなく君の兄さんがいるはずだ。 What a special little boy。 今年の夏、君は一つの予言を知っているんじゃないか？ Nope。 世界の最後の日が訪れる。すべてが空に帰る日。何でもマヤの遺跡に刻まれていた日付が2012年頃に当たるらしいね。まああれは12月らしいけど。だけど今年の7月20日と予言した者も何人かいた。その一人が新興宗教白蓮華教会の教祖。でもその教祖は自らの予言は覆しました。何でも自分の奇跡でこの災いを回避したと。 It's so funny how it always happens like that. よく知ってるね。白蓮華教会の教祖は事実上予言を撤回している。 So fucking wild. 今から7年ほど前の話だけどね。でもその予言を根強く信じている人もいる。 There are people who believe the earth is flat. What's your point? 何が言いたいんですか？君のお母さん、いや元お母さんか、離婚してたんだっけ？旧姓は確かさなみさん。母は離婚してません。父と死別です。まだ間宮琴美です。ああそうなんだ。でもお母さんは未だに信じている。ネットでもう一つ話題になっているサイトがあるんだよ。 A lot of attention。母が作ったサイトですね。そう、ウェブボットプロジェクトによる予言。そこでは未だに世界の終わりは2012年7月20日とされている。白蓮華教会はすでに否定しているのに、未だに彼女は世界の終わりを信じている。よく調べてますね。痛い痛い。ちょ待ってよ、今僕を叩きのめしてもいつか誰かがその真実を突き止める。もうネットの住民とかだけじゃなくて、僕みたいなジャーナリストだって動いてる。警察だって次に何かあったら間違いなく動き始めるはずだ。ウェブボットプロジェクトによる予言サイトを運営しているのが元白蓮華教会教祖の愛人、そしてその子供間宮拓司が今回の事件の中心人物である可能性が高いんだから。え、たく、マスコミって本当に下品極まりないわね。マスター大丈夫よ、殺してないわよ。ただ少し眠ってもらっただけ。こんな場所で話してるのもなんだから、うちの店連れて行きましょう。 Why? Just leave him out in the fucking street. Or turn him into the police for stalking a child. Master picked up the self-proclaimed journalist and carried him on his back. Yeah, the police just don't exist in this universe apparently. で、なにこの子。 Dude stalking a child. You could probably turn it into like a sexual thing.Just get him arrested. Restraining order, something. Nah, fuck that. ジャーナリストらしいです。ジャーナリストね。さてと、どうするかしら。マスターとかトム兄さんにセクハラばかりするから。
代わりにこの人で欲求不満を話すとか。 What the fuck? そのままの意味です。Master woke him up once we got to the store. It's amazing how he's always perfectly in control of the situation. あんまりタイプじゃないけど、ただ私、童貞キラーだから少し。いや、僕童貞じゃないです。一応クロットとしか。何言ってるのよ。そうですよね。私はお尻のしゃじゃまくのこと言ってるのよ。のんけの筆下ろしが好きなのよ。そう、待ってください。僕お店で指とか入れてもらったことあるんで、少々では。女子の指なんか入れられたって少々よ。お尻に何を入れて初めて成立するんだから。あの少し下品すぎだと思います。 You literally suggested it. あら、ごめんなさいね。で、木村さんは分野なのね。え、なんで名前を？ You have a name tag. 名前どころか、住所、電話番号も知ってるわよ。あんたの持ち物を全部調べたんだから。そんな。どうでもいいけど。なんでこんな大きなカメラ持ってるのよ。目立ちすぎでしょうが。ああ、それダメです。修理から帰ってきたばかりなんです。それで、さっきの話だけど。さっきの話と言いますと？北高で起きている事件が、いろいろな場所で騒がれ始めてるって話よ。そりゃまあ、あれだけいろいろ起きたら。いろいろね。なんか兄さんの知り合いが二人も亡くなったって。それとお母さんのサイト。お母さんのって、あんなの全然更新されてないんじゃないの？うん、お母さんはあの日からずっとパソコンの前に座っているだけ。更新自体はされていないはずだけど。それっていつから？確かにネットで噂になってるのは、あのサイトはもうかなり昔から更新されてないって。なんでそれが噂になるのよ。なんでも自動で動いているみたいだって。そしてちゃんと予言を当ててるって。 Oh yep, totally 100%. People are just stupid and don't archive shit. そうなの？ Actually, you could probably just fucking do that. Just go through an archive of the site, but whatever. Yeah, so なのかな。 No shit, it uses a program. あれって確かにプログラムらしいけど。え、やっぱりプログラムで当ててるの？ You're a fucking moron. 当ててるっていうか。あれってプログラムがあの予言を書いてるんでしょ？あ、いや、なんかユキさんの話によると、インターネット上で大騒ぎになった言葉を後からし。え、それってどういうこと？後出しで予言を書き込んでるらしいですよ。全然ダメじゃん。Because it makes morons believe it. 今はベータ版とかいうやつらしくて、インターネットで話題の言葉をとりあえず予言として書き込むだけらしいです。Ideally, what you'reI'll give more money to increase our prediction powers or whatever. それ全然予言じゃないし。 It isn't. 話によると、インターネットで騒がれたから予言を書き込む時間をどんどん短縮させていって。 なれるわけないじゃん。そうなんですか。でも最初は数日かかってましたけど、今は数秒で予言を書き込むらしいですよ。だからあともう少しで未来を超えるって言ってました。 Yeah, she's a moron. 超えないし。それなりにすごいシステムなんじゃないの？はい、ユキさんが暇つぶしにどんどんいじってましたから。だから
あと少しで未来を超えるらしいです。だからね、そういう問題じゃないから。ウェブボットプロジェクトってネットで調べたけど、もっとすごいもののはずだよ。ああ、なんかユキさん言ってました。ウェブボットプロジェクトなんてオカルトだって。んなこと可能なわけがない。技術の問題ではなく、それは絶対に不可能な理論、間違った理論、つまりオカルトだって。ふぅ、あの子らしいわね。そういうのをバカにしてるくせに面白半分で触ったりして。じゃ今回の事件ってユキが原因の一端作ってるじゃないの。そうなりますね。今から消した方がいいのかな。いや、それは消さない方がいいと思うよ。消されたら予言は当たっていたって事実だけが残る。後出しの予言ならインチキがバレるのも時間の問題だから。なるほどね。確かに今あれを消してしまったらインチキであること自体の証明ができなくなる。ネット世論は問題になっている事例の真偽に対して一度決定的な証拠さえ出れば簡単に定着するんですけど、逆に確証が持てないような事例は水掛け論になる。もちろんネットでは大半の人間が面白半分ですし、予言なんて信じてはいないんですけどね。ただここ数日は例のウェブボットプロジェクトが全く動いてないんで、むしろウェブボットプロジェクトから派生した噂がネットを駆け巡ってるわけですから、もしそのシステムが話題の言葉を予言として書き込むというのなら、新しい予言を書き加える必要がな。他の何か話題性がある事件でも起きればまた違うのかもしれないんだけど。それはそれとして、オカルトって何ですか？ You seem to know a lot about everything else, though. よくわからないのですけど。それはね。そんな。でも。何、おっさんめちゃくちゃ教えてるんだ。オカルト教えて女の子はそんな真っ赤になるわけないでしょ。なによ、なんでめちゃくちゃだってわかるのよ。それともあんた、口をめちゃくちゃにしてやろうかしな。あ、いや、嘘です。どっちにしろ、今はまだ予言はできない状態だって、ユキさん言ってました。しかし、一応バレてないのはすごいね。数秒で予言を書き込むって眉唾な感じするけどね。That's because people are moronic in this world, apparently. They just accept anything that someone says, and it's like, okay, I won't question it. No one questions anything in this universe, apparently. Ah, それはそれとして、ネット中ではここ最近の北高関連の事件はどんな噂になってるの？ウェブボットプロジェクトが今年の7月20日を惨事のピークとしてて、逃れるために自殺されたのですか？どっちにしろ死ぬんだったら自殺することないんじゃないの？ Because reasons。 さあ、そのあたりのことは。ただその少女たちが7月20日の世界滅亡に言及してたって。そうなんですか、あの人が。その自殺した女の子って葉咲ちゃん、知ってるの？ Nope。いや、知っているってほどじゃないですけど、一度トモ兄さんとユキさんと会っているのを。何度か出てるけど、そのトモ兄さんって誰？ Not important, buddy. Shut up. うるさいわね。あんたに質問する権利なんてないのよ。君の兄さんってタクジ君だけじゃ。兄さんは別にタクジ兄さんだけじゃないです。それってどういうこと？ Oh my god.うるさいってん。うわっ。それで
インターネットでは兄さん自身とかも話題になってるんでしょうか。名前までは出てないけど、北高で何やら大変なことが起きているという噂にはなってる。とある男子生徒を中心としてという認識かな。どっちにしても僕も含めて噂の震源地の北高の裏掲示板を見ることができないからね。それが拓司兄さん。どのくらいで身元が割れる？さあ、ただ僕が気づいたぐらいだから、いつか誰か勘のいいやつは気がつくと思う。聞いた話だとネットの世界って名前が分かったりしただけで住所なんかも特定するって。まあそうなるのかな。必ずとは言えないけど、でも住所や電話番号がネット世界で晒される可能性はあると思うけど。今は大丈夫なの？現状は大丈夫っていうよりも、あまり騒がないで情報を調べてる段階だから、いろいろなことが分かり次第伝突とか始まるかもしれないですね。伝突？電線の煙突か何かでしょうか。ああ、ネット用語でね、電話突撃の略。企業とか学校とかに電話かけたりするんだよ。何のためですか？まあ一応は電話突撃取材って言われるぐらいだから問い合わせだったりするんだけど、単純に嫌がらせと考えた方がいいかな。無言電話がたくさん来たりするとか？ああ、そういう古典的な嫌がらせとはちょっと違うんですよね。取材中の言葉を録音したりしてネットに上げたりするんです。はあ、暇ちんね。まあ暇つぶしですからな。暇つぶしでそんな嫌がらせするなんて、この国もどうしようもない人間ばかりになったものね。まあ興奮とか義憤とも言えますけどね。でもうち電話ないですよ。ネット配線だけのはずですけど。伝突は基本的に自宅より学校とかにやるんじゃないかな。なら今すぐできるんじゃ。北高であることは分かってるんでしょ。だから今は様子見なんですよ。スネーク中って言うんですけど、いろいろ調べてるはずです。なら間宮の家の場所が割れるのも時間の問題ってわけね。でしょうね。なるほど。なら葉月ちゃん。はい。今日からここ泊まりだから。えっ、でも必要なものを書き出しなさい。それがいいかもしれないね。これからあの家の周りは少し騒がしくなるかもしれない。そうそう。でこの木村ってやつに持ってこさせなさい。僕ですか？